皆さんこんにちは、いよいよワールドカップロシア大会に向けて日本代表、スタートします。ハリルホジッチ監督になってから縦の速さ、ゴール裏への動き、やはりサッカーはシュートが一番重要で、次にシュートの形をどういうふうに作るかということで、そこにフォーカスしているのはワールドカップを戦う上で、期待が持てるんじゃないかと思っています。若い選手もたくさん入りました。ぜひ皆さんに楽しみにしてもらいたいと思います。僕は、一流の選手たちのその見極め方として、技術、戦術、体力、それは見てればわかるんですけれども、一番重要なのはメンタル面の本当に苦しい時間に何ができるかがその選手の伸びしろだと思って見てきました。89分やアディショナルタイムにこの選手がチームの勝利のために何をしようとしているのか、そこが選手の、未来の成長の部分だと思っています。そんな視点で、サッカーを見ていくと、ロシアまで、これから3年楽しい、サッカーの試合が観戦できるんじゃないかと思います。みんなで日本代表を応援しましょう。